こんにちは。こんにちは。今日テストがあるね。本当あるかどうか知らなかった。シラバスが分からなかったから。難しいと思う。忘れられる。じゃあしよう。よく勉強したら大丈夫ね。え？勉強したら？本当の意味。勉強したからね。疲れた。なぜ今日テストをさせられるの？やったー。勉強しなかったのに答えを全部してる。今学期終わったらバイトが探せる。お金がないから。でもこの夏休みはとても楽しいと思う。友達と一緒に海に行けるかどうかわからないけど、サンタモニカピューに行きたい。私の友達がスペインに住んでいますけど、彼女この夏休みカリフォルニアに来る。嬉しい。彼女に来たら一緒に買い物に行く。夏休み始まったら新しいアパートで住まされる。でも大丈夫。この新しいアパートが大学の近くにある。とてもいいね。テストがあるのに、日曜日に母に新しいアパートに動かせられる。来週ちょっと大変かな。あ、けど今疲れた。眠りたい。この夏休みにゆっくりするかもしれないけど、多分時間がなかったから何もできません。友達にロードトリップに誘われたんだけど、行けません。彼女はちょっと変から困りますよ。そして休みの間、クラスメイトと一緒に日本語を勉強すると思います。遊びの時間があるのに、もう一度日本語文化と言葉を勉強します。あ、夏休みが長いね。困ります。家族と話したら、母は夏休みで漢字を勉強する方がいいと思いますよって言った。父はいつ卒業するのかって聞かれました。兄は大学院に行くのかどうかまだしてる？お金があるかって聞かれました。みんな私の将来のことを話しますね。私は卒業したら何もしませんって言った。でも、来学期どんなクラスを取るのかいいまだ知れません。あ、もしかして、Flint 370が取ったら春に卒業します。え、びっくりした。じゃあ、そうします。テストに全部生きた。よかった。プレゼンテーションは 5% だけだから、1回か2回か3回行かないのは大丈夫ね。でも、テストはそんなに行かなかったら何があったか知らない。テストは 20% ぐらいだから、しないとダメになる。あ、何これ。太郎様？え、これは太郎様の試験。太郎は誰？このクラスの人？今日いる？田中さん、玄君、松田さん、卵さん？ああ、太郎かもしれない。太郎様はひどい。私に彼のテストをさせた。じゃあ、ダメな答えを書こう。もしかしたら、この太郎様はクラスでハイグレードをもらったらびっくりする。